はい、皆さんこんにちは。動画クリエイターの前田屋さんです。今日は USB3.0 をゆっくりつなぐと USB2.0 になってしまうという都市伝説を検証したいと思います。初期の SSD は USB2.0 しかなく、 3.0 のコネクターに挿しても認識したとしても機能しないというものでした。それではこの古い SSD を USB3.0 に速やかにつないでみましょう。どう反応するかですね。見てください。はい、マイコンピューターの中にボリューム D が作られましたね。パソコンが一応 SSD を認識していますね。それではボリューム D を開いてみましょう。はい、データファイルが出てくるまでずっと開き続けましょう。はい、この映像ファイルを開いてみましょう。さあ開くでしょうか。はい、消えてしまいました。それではマイコンピューターをもう一度開いてドライブ D を確認してみましょう。ドライブ D は認識されなくなってしまいました。初期の SSD は USB3.0 だと認識されないんですよ。私はこれでこの SSD をもう捨てちゃうかと思いましたけどもね。さあ、じゃあ今度はゆっくり USB を挿してみましょう。どうなるでしょうかね。はい、ゆっくり挿していきます。ゆっくりです。はい、ボリューム D が作られましたね。マイコンピューターに先ほどと同じようにボリューム D の中の動画ファイルが出てくるまで開きます。はい、SSD の中の動画データがちゃんと再生されています。これは SSD を USB2 でつないだということになるんですね。その証です。はい、この都市伝説は本当のことだったんですね。 USB3.0 はゆっくりつなぐと USB2.0 に認識されてしまうということです。逆に言うと、すぐ挿せば USB3.0 で高速で使えることになります。皆さん気をつけてくださいね。実はこのことはメーカー側も承知していることで、 USB 端子の構造上しょうがない問題があります。この図のように USB2.0 と USB3.0 では赤丸で囲ったところに違いがあります。それで深く素早く差し込まないと USB3.0 で認識できないという問題になるわけです。私のように古い SSD を使っている人で新しいパソコンにしたら USB が認識しないっていうような人は、諦めずに USB2.0 でつなぐようにしてください。まだ十分使えますからね。はい、今回の動画はこれで終わりです。私のチャンネルをぜひ登録してください。またぜひ次回もお楽しみに。